防衛大臣直轄部隊であり、直轄の専門的部隊を統括するほか、海空自衛隊及びアメリカ軍との運用調整を行い、必要に応じ各方面隊の指揮も行う。陸上総隊は、直轄の専門的部隊を統括し、陸上自衛隊内の指揮系統の整理を目的に設立された。陸上総隊司令官は、 防衛大臣より直接の指揮監督を受けており、必要な場合には、直轄部隊の他に、各方面隊の全部または一部を指揮下に置くことが、できる。他部隊との調整も、主任務であり、陸上総隊司令部は、統合幕僚幹部、海上自衛隊の自衛艦隊司令部、航空自衛隊の航空総隊司令部等及び、アメリカ軍との間における兵署からの運用にかかる。 調整を一元的に実施している。陸上総体司令官が方面隊への指揮権を発動する条件については訓令が出されている。自衛隊の行動に関して複数の方面隊または陸上総体直轄部隊と方面隊が同時に行動を行う必要がある場合、防衛大臣の命令により方面隊への指揮権が発動する。部隊運用を円滑にするために 即応体制、非常勤務体制の指定、駐屯地の警備、情報収集活動についての指揮も、陸上総体司令官の権限に含まれている。また、陸上総体は、直轄部隊として第一空挺団や第一、ヘリコプター団等の機動運用部隊のほか、国際活動教育隊やシステム通信団等の専門部隊も収めている。 現在の方面隊の編成以前から航空自衛隊は航空総隊を統括する航空総隊司令官が全国の運用部隊を海上自衛隊は自衛艦隊を統括する自衛艦隊司令官が全国の機動運用部隊を一元的に運用していたため空時と海時では有事の際に防衛大臣が統合幕僚長を通じて一人の司令官に命令を下せば 全国的な部隊展開が可能であった。一方、陸上自衛隊では最上級部隊として、北部、東北、東部、中部、西部の各方面隊が並立していたため、防衛大臣は各方面隊を統括する5人の方面総監に、個別に命令を下さなければならなかった。このため方面隊ごとに調整する必要があり、非効率との指摘が以前からあった。 この問題を解消すべく、防衛省は、陸地の部隊を一元的に運用する、陸上総隊とそれを統括する、陸上総隊司令官の設立を検討し始め、2004年の防衛計画の大抗でも、陸上総隊新設の検討がされたが、この時は見送られた。なお、かつての警察予備隊においては、全国の部隊をもって編成された、警察予備隊総隊が置かれていた。 そして、方面隊は置かれず、総隊総艦が、全国の第1から第4の艦隊等を指揮するという形が取られていた。平成21年度の防衛計画の対抗において、再度、陸上総隊新設が検討された。設立されれば、複数の方面にまたがる、作戦立案、調整、部隊運用が迅速かつ継続的に可能となることが期待されていた。 しかし、2009年8月30日に執行された第45回衆議院議員総選挙の結果を受けて自由民主党政権が崩壊し、民主党の鳩山幸男内閣が誕生したことにより、この改定案は棚上げとなった。2009年7月29日に公開された平成21年度の防衛計画の対抗の組織改編案においては、 陸上総体を新設すると同時に、東部方面隊を廃止し、霊下の第一師団を首都防衛集団に改編、陸上総体直轄として、国の中枢でのテロやゲリラ攻撃への対処能力を強化、もう一つの作戦基本部隊である第十二旅団は、東北方面隊霊下に移管するとしていた。また、中央即応集団を陸上総体霊下にして、国内外で、 機動性を高める方針としていた。なお、中央即応集団は、廃止案も報じられており、代わりに、中央即応連隊を中心とする、国際即応集団を新設するとされていた。実現すれば、方面隊が設置されて、以降実に50年ぶりの大改革となるものであった。当初の予定では、方面隊すべての廃止も検討されていたが、 武力攻撃事態などでの国民保護法に基づく対処などの調整は方面隊が担っており作戦部隊である師団や旅団にそうした行政的な役割を代替させることは困難であることまた日本の国土は南北に長く地域ごとに作戦を担う方面隊は必要と判断されていることから東部方面隊以外の方面隊は存続させる方針であった一方で 陸上総体と首都防衛集団の長は、方面総監と同等の陸将が当てられるため、中間ポストが増えることによる指揮系統の混乱、召喚削減に反対する防衛省制服組と経費削減を主張する財務省の間の意見の対立など、検討課題は多かった。また、全陸上部隊の頂点に立つ最高司令部が創設されるということで、 太平洋戦争で暴走した参謀本部を連想させるとの声もあったが、陸上総体は自衛隊統合運用に不可欠と判断されたという。その後制定された防衛大綱及び23中規模において、陸上総体の創設が検討されていることが明らかとなったが、2010年12月17日に公開された防衛計画の大綱及び中期 防衛力整備計画においては、作戦域本部隊及び方面隊のあり方について、検討の上、必要な措置を講ずるとのみ示されており、創設するか否か、時期、場所等についての言及はされなかった。東日本大震災において、JTFTA 一指揮官を務めた第32代、陸上幕僚長の君塚栄二は、陸上総体司令部の創設に対し、 否定的見解を示していた。2012年12月16日に執行された第46回衆議院議員総選挙において、自由民主党が政権を奪還し、第2次安倍内閣が発足。その後、安倍晋三首相が25年度防衛予算を当初、要求額から1000億円超上乗せする方針を固めるとともに、民主党政権下で制定された対抗の凍結を呼び、 中規模の廃止を明らかにした。2013年5月16日、自民党は新たな防衛計画大綱に関する提言に、陸上総体の新設を盛り込む方針を固めた。2013年12月17日に、閣議決定、公開された中規防衛力整備計画において、一部の方面総幹部の機能を見直し、陸上総体を新編する。その際、 中央即応集団を廃止し、その霊化部隊を陸上総体に編入する。との記述がなされた。2015年5月15日、第3次安倍内閣において、防衛省は2017年度をめどに数百人規模の司令部を浅霞駐屯地に設置することを決定する。母体となる中央即応集団司令部のあるザマ駐屯地については、都心から離れ、 かつ用地確保の困難さから、候補から外れている。陸上総体司令官就任者は、方面総関経験者のみに限られ、陸上幕僚長に次ぐ地位とされる。2017年5月26日、陸上総体創設などの改正自衛隊法が成立。既存の中央即応集団は廃止され、2018年3月27日に、総体が設置された。 設置にあたって、陸上総体司令官を指定職6号法とすることを予定していたが、内局が渋り5号法に落ち着いた。なお、総体司令官は、平成30年度に実施された第63回、中央関越式より、東部方面総監に代わり執行者を務めることとなった。2019年10月12日から13日にかけて、接近。 上陸した令和元年東日本台風により、東部方面区、東北方面区において、大規模な水害が発生。13日16時、河野太郎防衛大臣により、陸上総体司令官を指揮官とする、統合任務部隊が編成された。主要部長は、陸将補、総務部長、広報運用部長は一等陸佐。2018年3月の新編人ンンは、 新編の水陸機動団に加え、防衛大臣直轄部隊から通信団、中央情報隊が、中央即応集団から、すべての直轄部隊が移行された。歴代の陸上総隊司令官軍事ライターの、文国数十は、陸上総隊司令部の創設により、方面隊を廃止して、指揮改定を総隊師団旅団に改める案が、多くの召喚ポストを失うことを恐れた。 陸上自衛隊サイドの反対で立ち消えとなり、結局方面隊が残置されることになったことを受けて、ただ単に陸上総隊司令部を創設するだけでは、屋上屋をかすだけであり、ますます指揮官、爆僚ポストが肥大化して、正面戦力や兵舘が痩せ細る結果になってしまうと批判している。元陸上自衛隊東部方面総監の磯部、孝一は退官後、軍事専門士、 軍事研究の2016年3月号においてこの問題についての執筆を行っている。2015年3月10日、平成27年度防衛予算等を審査していた衆議院予算委員会第一分科会で宮沢博之は陸上総体の創設が政府組の暴走と文民統制の弱化につながるとの批判を批判を批判する目的で紹介した。 その内容は、陸上自衛隊を5つの方面隊に分けてあるというのは、かつて陸軍が暴走したから、陸上自衛隊を分割しておいた方が暴走を食い止めることになる、陸上総隊を創設して本当にいいんだろうかという、ものであった。宮沢の質疑を受けた、中谷元は、陸上総隊の必要性を説明したが、批判については言及しなかった。 文民統制を危うくするという指摘については、東日本大震災発生時において、地震発生当日、北沢都美防衛大臣が、自衛隊法及び自衛隊の災害派遣に関する、訓令第14条に基づき、大規模震災災害派遣を命令したのは18時で、あったが、その時刻を遡り、被爆法分陸上幕僚長が、 震災発生後30分で、防衛大臣の命令なく全国の陸上自衛隊に初動命令を発し、各方面から東北に向けて一斉に部隊を出動させたケースが存在する。北村知事によれば、日箱陸爆長の命令は、防衛大臣の権限に基づく命令に先行するもので、文民統制を揺るがし責任問題に発展しかねないものであった。しかし、 この災害救助ケースでは、陸自の初動によって、自衛隊の人命救助参加数は、結果的に1万9000人となり、救助実績は1万9286人となった。この実績人数は、阪神大震災時における、自衛隊救助実績人数の165人を大きく上回っていた。こうした、自衛隊による災害救助活動実績により、 世論は1997年以降、自衛隊の存在目的の第一位を災害業務と認識するようになっている。こうした状況変化を踏まえ、北村は自衛隊が今後どのような役割を辞任し、組織としてのあり方を定めていくかは、シビリアンコントロールの観点からも、究極的には主権者である国民が決定しなければならない。 大震災のようなカオスの状況において、組織の自己革新を図る必要性に迫られたとしても、その方向性を決めるのは国民であると指摘した。ありがとうございます。